こんにちは、上野アリスです。今日は明けましておめでとうございます。今日は京都にいます。で、今から今からめっちゃ文句言われてるけど、今から今日は着物を着て京都を散策したいと思います。イーちゃんと一緒、イエーイ。というわけで今日はギャラリー唯一無二というところに来て、着物を今から選びます。お茶をいただきます。いっぱいあるー。あ、はーい。じゃあもう私もこれがいい、ホームページか何かですね。いや、今ここに来て、あ、これがいい。ぜひ広げさせてもらいますので、広げさせてもらいましょうか。それも素敵だね。あれももう本当に上等な訪問みたいな感じですね。吉野さんとどれにしたかはお楽しみに。でも私こっちにしちゃう。なんか柄少ないと私どうなんだろう。帯でも全然変わるので、それも一緒につけてもらってもいいですか。でも可愛い、ピンクにゴールド、可愛い。いっぱいあるよ。これはマイル、お腹がすごい。マイルズも。着きます。先が187センチなので、いいじゃないですか。うん。全部自分で帯も選んで、帯はちょっとペイズリーで、今日はおしゃれで着物を着るということなので、こんな遊び心ある素敵なデザインにを選んでみました。怖くない？全然大丈夫。さあ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 、大丈夫。ずっと回ってるよ。ご試飲いただきました。見てこれ、水に濡らしてみるおみくじ。やってみたくない？マイルズ、じゃーん。2人でお着物を着ました。どうですか、着物。歩きづらいです。文句ばっかり。清水寺に来ました。今歩いてる、清水寺までバッグやな。ここ映えるよ、すごい。今はさっき言ったっけ、清水寺に向かってる。この通りすごいいいよね。
できない。清水寺に着きました。これあまり何か分かっていないだろうと思います。着いちゃいました。もう日が暮れる。ホテルに戻ってきました。なんとギャラリー唯一無二所作京都さん、うちらが借りたところはちゃんと自分たちが外に出てる間にホテルに私服をこう運んでくれるのね。でこの脱いだ服を、この袋の中に入れ、着物はその中に入れてホテルのフロントに返却するっていうシステムがあって、それですごい助かりました。なのでもうギャラリー行って着替えてそのまま遊びに行けちゃったって感じ。そんな感じで、着物を着て京都散策の Vlog でした。私たちは今回その唯一無二無二ギャラリーやったんだけど、もう本当に格が違うぐらいね、マイルズ、もう他の道歩いてる人の着物より全然高級感があってすごい良かったので、本当にしっかり着物を着たい人にすごいおすすめの、着物屋さんでしたので、インスタにタグ付けとかしてるんで、よかったらインスタで見てみてください。というわけでまた次回の Vlog で会いましょう。次回のビデオで会いましょう。バイバーイ。